2021年金秀宮ラビオープン優勝しました後藤選手です。おめでとうございます。ありがとうございます。今日一日を振り返ってみて、苦しい一日、楽しい一日、どんな一日でした？そうですね、朝スタートして2番ホールでボギー来た時はボギーが先行しちゃったと思って、ちょっとでも焦らないようにっていう気持ちで回ってて、でも1日通して本当に光さんがすごい追い上げてきて、もう自分的には内心めっちゃ焦ってたんですけど本当に目の前に素晴らしいプレーも見れましたし、自分的にもよく耐えて頑張ったご褒美が最後に来たのかなっていう感じで、よく頑張ったと思います。はい。6月のプロテストを合格されてルーキーということで試合に出られてて、ルーキーのような、ね、感じはしないですねって朝のインタビューでも聞かせていただいたんですけど、はい、昨日のインタビューですごく気迫を感じるインタビューをさせていただいたんですけど、改めて感想はいかがですか？やっぱりステップでは岩井姉妹とかすごい同世代が活躍してて、レギュラーでもやっぱりみんな同世代活躍しているので、すごい今まで以上に勝ちたいっていう気持ちが強い中臨んだ試合だったので、そこで勝ててすごい嬉しかったです。前半は、ね、落ち着いてプレーしていて、後半、ね、藤田さんがどんどん追い上げてきて、ピンチが後藤さんもなかったんですが、11番、13番、15番と結構私も見ていてドキドキするシーンが何ホールかあったんですが、気持ちはどんな感じでプレーされたんですか？全然やっぱバーディーチャンスにつかずに、なんならグリーンも捉えれてないっていう、もう本当ピンチ続きだったんですけど、その中でもやっぱり耐えとけばなんとかなるっていう気持ちで、もう必死で耐えてました。今日はもう優勝を覚悟してというか決めてスタートされたんでしょうか？はい、もう勝ちたいという一心でスタートしていきました。17番のロングパット簡単ではなかったんですが、入れるという気持ちだったんですか？そうですね、もう1打差っていうのは分かってて、最終ホールはパー5でもうバーディーもあり得るホールだったので、1打差で迎える最終日よりはここで決めたいと思ってパッティングしました。18番では優勝はもうちょっと気持ちにありました？いや、でもやっぱティーグラウンドも前に出てて、全然イーグルもあり得る距離ではあったので、もうティーショットの時点から全然気は抜けないなって思ってました。3日間アンダーのナイスプレーの中の優勝でした。この優勝は後藤さんの中でどんな位置づけになるでしょうか？優勝できたことはすごく嬉しいんですけど、今日の後半のプレーだったり勝負どこでのミスも目立ったので、そこは自分の中で反省点というか伸びしろだと思うので、まあ、そこを改善しつつどんどんまた勝利を重ねていくためのいい一歩になったと思います。最後にギャラリーの方とテレビをご覧の皆様にメッセージがあったらお願いします。はい、ここに足を運んでくださったギャラリーの皆さん、暑い中最後までありがとうございました。ありがとうございます。テレビの前でたくさん家族とかみんなファンの方も応援してくださってるんですけど、多分やっと勝ったかって思ってもらえてると思うので、やっと勝ちました。おめでとうございます。2021年金秀宮ラビオープン優勝は後藤選手でした。おめでとうございました。ありがとうございます。